ひでもく21時西城秀樹のお時間となりました。このコーナーは私ミュージシャンのしげもんが日本が誇りますレジェンド西城秀樹さんについて毎週木曜日は様々なコーナーをしております。今週はこちらです。私しげもんが西城秀樹さんの最新ニュースを追うニュースレモ秀樹ナイン。それでは今回の西城秀樹さん最新ニュースはこちらです。西城秀樹写真集ボディ2昨日6月19日発売。いや写真の表紙がめちゃくちゃかっこいいんですけど、この髪型似合いますよね。ドラゴンボールに出てらっしゃいました。出てないって感じ。いや本当にすごくねかっこいい髪型で、秀樹さんのねその70年代の長髪もいいんですけども、この本当に短い髪かっこいいですよね。で撮影されたのは、武藤忠さんというお方で有名な写真家の方なんですかね。そもそも1986年にボディという秀樹さんの写真集が発売されていたということで、まあ、ファンの皆さんは皆さんねもう持ってらっしゃると思うんですけども、まあ、そのボディを今年は秀樹さん7回忌ということでセブンスメモリー2024エディションとしてカット数を増量しての出版決定ということなんですよね。で、昨日から発売ということで、定価は5500円ということで、総ページ112ページですからね、すごいボリュームですよね。全国書店、そして秀樹さんのオフィシャルショップにて、現在発売中と、なっております。いやー、すごいね、圧倒的なかっこよさ。やっぱりこう、男らしさというか、秀樹さんはね、その男の色気が、どの写真を見てもですね、感じ取るような、こちらの写真となっておりますけども、秀樹さんのオフィシャルサイトにはサンプルの写真が数枚掲載されておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。次のニュースはこちらです。秀樹西城フェスタインゼップビッグゲーム2024アンコール開催決定。以前こちらのニュースレモ秀樹ナインでもご紹介しました、7回忌を迎える2024年、セブンスメモリーとして4月13日大阪、5月16日東京でのイベントが無事終了となりまして、もう大熱狂大盛況という形の終了という形になったようなんですけども、まあ、とにかくチケットの枚数がすごくて抽選で外れてしまった方が多数いらっしゃったということで、アンコール公演が決定したということなんですよね。9月16日から9月19日、9月20日、9月21日、9月22日と各 ZEP 難波大阪そして ZEP ダイバーシー東京にてアンコール追加公演が決定ということなんですよね。さらに1979年 MBS 毎日放送、まあ言ったらあの TBS の関西バージョンという感じのご存知と言ったら MBS に怒られるかもしれませんけど、まあ言ったらね関西の TBS みたいなチャンネルだと思うんですけども、1979年8月18日に大阪球場で開催されましたビッグゲーム79秀樹の上映が決定ということで、これはまた新たなね追加で上映されるということで、これでまた売り切れちゃうんじゃないでしょうかね。こちらがまた詳細は後日発表ということなんで、今のところ日程だけ決まってるような感じなんですけどもね、まあ僕も一度やっぱりこうね秀樹さんのイベントこう行きたいなと思っているんですけどもね、ぜひどこかのタイミングで行けたらいいかなと思っております。ファンの皆さんまずこちらのアンコール公演ですね、前回行けなかった方はぜひチェックしてみてください。本日ご紹介させていただきましたニュースは2024年6月19日水曜日夕方確認分のニュースとなります。情報の変更などございましたらご了承ください。以上しげもんが西城秀樹さんの最新ニュースを追うニュースレモ秀樹ナインでした。ということでお送りしてきました。しげもんのひでもく21時西城秀樹ということで、また次回お会いしましょう。ブーツ。